はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日最後、内野手向けのウェブですね。トラッペーズになります。トラッピーズウェブですね。内野手用ウェブ、初回は H、 次はシングルポスト、その後ワンピースウェブと来て、分類の最後ですね、外野手でも使われるこのトラッピーズウェブになります。ここ直接ね、レースで編み込んでウェブを支えるタイプで、非常に柔軟にウェブが使えるというね、スタイルになります。まあ、最後になりますけども、分類の方をささーっとね、ご紹介していきたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ順番にお見せしますね。これ一番シンプルな形のトラッピーズウェブになります。 T 字の革パーツを両サイドから紐で編み込んだタイプですね。まあ、この紐の締め具合でグラブの開き具合も調整できるんですけれども、非常にウェブを柔らかく使えるグラブであるということになりますね。まあ、紐の通り方なんですけどね、だいたい今こちらで1本、こちらで1本、必ずしもそうじゃない場合もありますけども、ここからチューってここまで、それからこっち側はここからですね、チューってここまで。だから修理するときここ見たりするんですけどね。これトラッペーズの基本形です。はい、じゃあ次のバリエーション。形はね、見た通り T 字になって編んであってトラッピーズウェブなんですけど、スタートもこれここと、ここ割りあるけれども、違うのはここセパレートになってます。真ん中のパーツを、ほら、切り込みを入れることによって、柔らかく、もっと柔らかく使いたいな、でもね、強さも欲しいから、柔軟だけれども、ちゃんとボールをしっかり取りたいからということで、真ん中にもう一本編み込みの切れ込みを入れて、スリットタイプのトラッペーズウェイズですね。さっきのやつよりもこう真ん中こう柔らかいです。スリット入ってますからね。はい。じゃあ次、トラッピーズウェブなんだけど、スリットが入ってるんだけど、今度は V。 この開口部分が広いので、 V の部分でこう窓が広いので、よりこう全体に柔らかさが行き渡る。紐の通し方はこれここ来てここ来てるから、こっち1本とこっち1本で、で真ん中もう1本ね、通してるパターンで、このこういうこうなってくるとね、紐の硬さとか太さとか厚さとかね、そういった紐のポテンシャルっていうのがね、グラブのね、こうフィーリングに影響してくるかなと思ったりするんですけど、こんな形もございます。はい、じゃあ次に V 字で似てるような感じなんだけれども、ちょっと違う。さっきは切りっぱなしのレザーを縫製してた感じでしたけど、この V の真ん中のパーツ、ほらここね、ヘリ側バインディングをぐるぐるーっとね、走らせまして、外側だけ、内側はないです。外側ですね。シングルポストでもありましたけど、このバインディング、ヘリ側を入れることによって強度アップを測るということですね。こういう柔軟さはあるけど、こっちをちょっと頑丈にっていうことかな。まあ、それとよくこの穴からポチッとね、こう皮が切れて修理にいらっしゃる場合もあるんで、そういった破損防止の意味もこのバインディングはあると思います。それから V の次は Y ですね。Y の場合は、ここが広く空いてる格好ですね。ここ柔らかい。ね。ウェブの通し方は、さっきとそんな変わりません。こことここがスタートとお尻になってるんで、チュルチュルチュルってきてね。これもいいですよね。Y はメジャーでも使ってる人いるんじゃないかな。はい、じゃあ最後こちらですね。トラッピーズウェブの内野手用、今外野手用は多いですけど、内野手用はちょっと前、数年前まではすごい流行ってたんだけど、今はそんなにね、昔の勢いはないんで、だいぶ在庫も減ってるんですけど、これはちょっと変わったタイプ。V 字型で革の補強がついてて、金のバインディングもあって、トラッピーズウェブということですね。ここ走ってますね。ただ複雑なのは、ここ見てください。直接このトラッピーズウェブの中の紐を本体に通すんではなくて、本体に支える用の紐を巻いてからぐるっとね、その紐にこう引っ掛けるというもので、よく昔これあったパターンですけどね、これも
なんていうんですか、こうジョイント部が多くなるから柔らかくは使えるんでしょうけど、紐の通し方が非常に複雑になるんで、あどこ切れてんのかな、あ切れちゃったみたいなね、切れた時困っちゃうかなって思ったりもしましたけど、最近は減ってきてると思います。はい、数年前までね、結構ね、内野手向けのトラピーズウェーブ多かったですよということで、ちょっとご紹介しておきましょうか。2017年のウィルソンさんのカタログね、ずーっと見ていきます。あのオーダーのところが分かりやすいんで、オーダーのところをお見せしようと思いますけど、オーダーはこの辺だな、ウェブ、オーダーのウェブのところ、あっ、ここ、はい、上は投手用のワンピースから、それから内野手も使えるようなバスケットとか、これもあの編み上げだけどワンピースですね。これシングルポストが来て、で、H ウェブもほら、いろんな派生系があるでしょ。こんなトラッピーズかなと思ったら、これ H だしなみたいなのもあります。なんて言っていいかわかんないんだけれども。これトリプルクロス紹介したね、前ね。これヒンジのタイプ。あ、こっからですね。内野手用。ね。これはセパレートになったやつですね。で、隣は V になったやつで、その隣は真ん中のポストに飾りがついたやつ、切れ目が入ったやつね。それから、これは違うな、これも違うな。あ、こちらね。内野、外野、使えますけれども、この真ん中の隙間が広いね。で、その隣も柄がついたやつで、これはさっき言った、周りにもレースが編んであって、紐が多いやつね。これ紐が多いやつ。で、隣はこれ普通のタイプだな。これは普通だね。で、ダブルポストが来て、あ、この、T じゃなくて I のね、1本のパーツのやつの内野手用もオーダーできたんだね。まあ、こんな感じで、数年前までは結構あった。それから元々のトラピーズウェブっていうと、ローリングスが有名ですけれども、古いね、出だしの頃の、あのトラッピーズウェブっていうと、オジー・スミスのモデルですね。ここの、見ていくと、MLB プレイヤーズのページ見ると、まあ、オジー・スミスと契約が切れてると思うから、オジー・スミスとは歌ってないと思うけど、ほらほら。レジェンドモデル、OS とかありてます。これ、オジー・スミスさんのモデルですね。ちっちゃくて、トラッピーズウェブ。この6本指のタイプ。こう、本体と、このパーツが繋がったやつね。指のこの先のところ。うちで作っていただいたオーダーとかもあるんで、写真入れときますけど、この6本指のトラッピーズウェブが元々の走りでございますね。はい、どうでしたでしょうか。最後に一つご確認を。トラッピーズウェブと似てるけど、ワンピースウェブで分類してます。こちら、このね、ウェブ一枚側の中身を、このパーツをね、編み込みでやってますけれども、留め方見てください。ワンピースですから、これはトラッピーズウェブじゃなくてワンピースウェブとして考えてください。はい、こちらのように直接紐でね、レースでこれ支えてるパターンですね。これがトラッペーズになりますね。どうでしたでしょうか。お役に立ちましたか。それでは皆さん、さようなら。Yeah.